おはよう、姫。うん、ちょうど目が覚めたから。今朝は元気そうだね。用心するに越したことはないからいいんだよ。あれ、土曜日なのにお弁当？それで友達の分も？あ、そういえば母さん今日はこっちに帰って来られるって。ごめん、僕は夜勤なんだ。ごめんな。酢豚にしたら？姫の作るのが一番美味しいって言ってたよね。ああ、それから23日に一周忌やろうって。確か23日は学校の創立記念日で休みだよね。美味しいよ。いつもより食べやすい気がする。これなら何個でも食べられそう。どうしたの？ありがとう。いってらっしゃい。車に気をつけるんだよ。
おはよう。登校は一緒じゃないわけね、大神兄弟。おはよう、志賀くん。志賀くんっている？ここのクラスでしょ。うわ、あの先輩今度は志賀くんに目つけたんだ。ああ、いたいた。志賀くん、ちょっと付き合ってくれない？断る。ちょっとでいいから、ね。何なの？ちょっと待ってよ。シオ、大丈夫？吉川先輩ってかっこいい子には軒並み手出すので有名な先輩なんだよね。あんまりいい噂聞かないから逆らわない方がいいよ。志賀くんなら大丈夫じゃない？相手にしてなさそうだったし。だから何？さっきから。あなたには関係ないでしょ？あ、ちょっと待って、志賀くん！ついてくるな。目障りだ。何してるんだ？そろそろホームルーム始めるぞ。最悪。あ、シオ、今日これからみんなでカラオケ行こうって話してたんだけど、一緒に行かない？そっか、あ、じゃあまた今度。またねねえ、私3年の吉川美咲って言うんだけど、初めて見た時から君のことかっこいいなと思ってたんだ。ねえ、私と付き合ってくれないかな？興味ない。じゃあ友達からは？覗き見が趣味なのか？え？ちょっとまた？いくら志賀くんが気になるからって邪魔しないでよ。じゃあ何？邪魔するくらいなら自分も告白すれば？志賀くん、
この子も志賀君のこと好きなんだって。どうでもいい。だってあなたもこれで満足した？もう邪魔しないでよね。おい、しよう。僕、お腹空いたんだけど。何してたの？人の心配してる場合じゃないだろ。あいつに近づくな。そんなこといいから、早くお弁当食べようよ。なんでそんなことを聞くんだよ。だったらまた襲われたかったのか。ああ、だから一人で会いに行ったとか。なら何も問題ないだろ。帰るぞ。途中の公園で弁当食べようぜ。この辺りでいいか。弁当、弁当。うまい。おい、人参ある。代わりに唐揚げ食べてる。トラの方が唐揚げ一個多い。あ、リュウ、お前人の唐揚げ取るなよ。あ、返せ。もう食べちゃったよ。じゃあ弁当の中の一個よこせ。やだよ。優が取ったのが悪いんだろ。なんで俺まで怒られるんだよ。いいわけないだろ。月曜日はエビフライがいい。わかったよ。しょうがないから唐揚げ返してあげるよ。人参も。リュウ、お前な、家まで送る。だったら買い物についていく。トラ、またクレープ食べたいんでしょう。行きたくないならリュウは来なくていいぞ。行かないなんて言ってない。なあ、これなんだ？このでかい箱みたいなやつ。 UFO キャッチャー。ふーん、どれ？かわいい。あれは？
面白いね。かすってもいないぞ。かせ、俺もやってみる。で、このボタンを押して、あれ、動かないぞ。微妙に動いたというか、揺れたよ。ほら、今拾い上げた。なんでこんなところで拾ってるんだよ。ああ、ちょっと待て。かすってもいなかったね。うるさい。一度ボタンを押して離すと、もう動かせないんだ。なんだよそれ。もう一回。今度は僕がやる。もう一回だけ。順番。まずこっちのボタンで横に動かして、こっちのボタンで立て。もうちょっと奥だろ。いや、ここでいい。掴むときに隙間があるのがいいはず。ほらね、あげる。僕こんなのいらないし。もう一回やる。次は取る。ああ、じゃあな。何かあったら呼べよ。それじゃあ。もしもし、シオ？それが、急なトラブルで今日は帰れそうにないの。ごめんね、22日にはちゃんと帰るから。ありがとう。スオにも連絡しといてくれる？ああ、ちょうどよかった。お兄ちゃんを病院に連れてくから、お留守番よろしくね。おかずは冷蔵庫から出してチンして、戸締まりちゃんとしてね。うん、いつもの熱だから、すぐに帰ってこられると思う。行ってきます。
結論を言うと、一刻も早く県外の病院で治療に専念した方がいい。新しい療法はまだ例は少ないが結果も出てる。君の気持ち次第ですぐにでも。仕事は続けられる限り続けたいと思っていますし、まだ妹を一人にするわけにはいかないんです。気持ちはわかるが、少しああ、ご家族ともよく相談するといい。ありがとうございました。と、もうこんな時間か。どこかへ夕飯でも食べに行くか。ああ、すみません、妹が来るので。そうか、じゃあまた今度。妹さんによろしく。はい、それでは。はい。しお、こっちだよ。はい。ありがとう。わざわざごめん。ああ、うん。ここは使ってない部屋だから、ちょっと借りよう。うん、いいよ。せっかく作ったならその日のうちに食べないともったいないと思ったんだ。一人で食べるご飯は味気ないし。いないことはないんだけど、休憩の時間が合わなくて一人で食べることが多いかな。うん、だから今日は姫がいてくれて嬉しいよ。帰りはタクシーを使うんだよ。もう暗いから。松永先生、その子はもしかして妹の。覚えてないかな。何度か病院で会ってるんだけど。まだ小さな頃だからね。久しぶりだな。もう中学は卒業したんだっけ。大きくなったね。立派に育って、スオ君も安心だろう。あ、そうかそうか。じゃあ今日はお母さんも一緒に。妹が家に一人だったので、休憩時間に一緒にご飯を食べようという話になりまして。ああ、そうだったのか。これから帰るのかい。だったら私が送ろう。いいんですか。ついでだ、構わんよ。すみません、よろしくお願いします。しお、もう暗いから送ってもらうといいよ。家はこっちの方でよかったかな。この洋館、ここから見えるのか。懐かしいな。最近この辺りにはあまり来ることがなかったから、うちのじいさんが見るたび罰当たりだって毒づいたもんだよ。ああ、今の子はもう知らないかな。僕のじいさんが生まれた頃の話だからね、あそこの洋館はね。
取り壊された神社の跡地に建てられたんだよ。君もサイの山のことお山って呼ぶだろ。サイの山が御神体として祀られてた頃からの名残なんだよ。今もお山のふもとに鳥居は残されてると思う。僕も詳しいことは知らないんだけど、神社合祀政策って聞いたことないかな。明治時代の政策でね、簡単に言えば神社の数を減らすために神社を取り壊したり合併させたりしたんだ。西の山を御神体とした西神社もその時に取り壊されたんだよ。昔の話だからね。じいさんは自分の父親、僕のひいじいさんから取り壊しの時散々揉めた話を聞かされたらしくてね、あの洋館を見るたびにたたりがあるから近寄るなって口を酸っぱくして言ったもんだ。うん、西神社には守り神として狛犬の代わりに狼の石像が置かれていたらしいんだけど、西神社が取り壊されたのと同じ頃狂犬病が流行ったらしい。そのせいで狼が乱獲されて絶滅したと言われてる。じいさんが言うにはそれがまず一つ。そう、二つ目はその後、今度は人の間に病が流行ったんだ。この辺り特有の風土病のようなもので、全身の痛みと不定愁訴、原因のはっきりしない不調が特徴の病気だよ。先の絵やみって聞いたことないかな。今の子は知らないかな。あまりいい言葉ではないしね。僕らは才の死症候群って呼んでるけど、お年寄りには先の絵やみの方が馴染みがあると思う。君たちのおばあさん、千代さんが悩まされていたのも同じ類のものだよ。狂犬病も先の絵やみもたたりのせいだってじいさんが言ってたな。狂犬病はたまたまだろうね。先の絵やみに関しても、この地域の気候が関係してる可能性が高いという認識が一般的だし、僕もそう思う。スオー君の方がこの辺のことは詳しいよ。一応彼が才の死症候群研究の第一人者だから。千代さんの影響だろうね。しかしあの屋敷も昔は一応管理人がいたから綺麗にしてあったけど、今は見る影もない。そうじゃないかな。あれだけ古くて立派な屋敷だから文化財としても価値があるだろうし、売りに出されてれば買い手も見つかると思うけど、東条さんのところは手放すつもりはないみたいだね。構わないよ。師匠か、今どこにいる？お前の母親は？そういうことか。電気が消えたままだから報告が入った。わかった、じゃあな。もしかして彼氏かな。もう高校生だもんな。いいじゃないか。そうか、あんなに小さかった子にも彼氏か。大人が思ってるよりも早く。お母さんいないんだろう。ちゃんと戸締まりするんだよ。それから、スオー君のこと、少し注意して見ててくれないかな。あ、彼は体が弱いだろ。なんせ医者になる前からうちに通ってたくらいだ。うん、それがおばあさんの千代さんのこともあって医者になるって決めて、うちの病院に来てくれた時は嬉しかったよ。いつも青白い顔をした小さな子が、こんな立派になってくれたって。彼はうちの有望な人材だからね。親身になって話を聞いてくれるって患者さんたちからの評判もいい。ここのところ忙しいし心配なんだ。倒れられては困る。
スオウ君より君の方がよっぽどしっかりしてるように見えるな。頼んだよ。おやすみ。